んだこら。お疲れ様。はーい、乾杯。うん、なんかあったの？やばいじゃん。最近その話ばっかりじゃない？決めちゃえば転職。私はあなたがどっちの決断しても応援するよ。何？急に。目指すんだっけ？そんなのわかんないじゃん。ニューヨーク行くってかっこいいと思うよ。男らしいじゃん。終わってる？は？オアベ？何が安直だよ。おい、お前いい加減にしろよ。そこまでにしねえと私がお前をボロ雑巾にしてやるぞ。お前はな、本当に何も分かってねえんだよ。確かにニューヨークに行くってことは無謀かもしれない。でもな、お前みたいに将来のこと何にも考えてないやつが綾部のことをバカにできる権利なんかねえんだよ。お前なあ、厳しい芸能界で生きてきた芸人がノリで決めるわけがねえだろうが。そりゃためらいだとか苦労はあったと思うよ。もしかしたら事務所に最初に行った時に反対されたかもしれない。相方の又吉とは何度も何度も話し合いもしたと思う。これがリアル火花の世界だよ。でもな、綾部は諦めなかった。あいつはお前と違って自分の決断に責任を持ったんだよ。いいか、芸人っていうのはな、本当に自分が苦労してる部分はテレビでは見せないんだよ。それが芸人のすごいところでもあるんだよ。覚えとけよこら。むしろあいめの無茶してるっていうキャラは、あれは芸人としての自己演出だからな。それに気づかないで、自分は綾部よりバカじゃないって思ってのうのうと安心して管巻いてる。お前は吉本興業の術中にすでにハマってんだよ。あ、あとすごい前提の話なんだけど、ニューヨークってすごいところだからだ。世界のあらゆる才能が集まってる場所だよ。時代の最先端が生まれる場所。そこは未だに衰えていない。
ホリウッドだってそうだよ。そこで習ったメソッド、それを携えて綾部が日本に帰ってきてみろ。日本お笑い界の海が大荒れするからな。私が一番ムカつくのは、お前みたいに大した決断もできねえようなやつが綾部の一世一段の決断をバカにしてるところなんだよ。おめえみたいなポンコツはな、綾部のことを尊敬しとけ。分かったか。男だったら自分の決断に自信持ってよね。私はずっとあなたの味方だからね。はい、ピース。